結構辛いですかこれは。そうです、辛いと思います。え、食べれますか。ここからは食べれないです。うん、うん、はあ、どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの新火をつけちゃうぞ、やってきました。はい、ということでね、本日もやっていくんですけども、いや最近はですね、あの辛試合という激辛対決シリーズをやってきたんですけれども、ちょっとね、最近はちょっと2連敗してしまいまして、ちょっとぬるいぞと視聴者さんからですね、激辛コメントをいただいておりまして、まだまだ修行足りんぞと、ピリ辛ジョニーやということで、一旦辛試合シリーズはお休みにして、ちょっとね、修行をしたいかなと思います。新たにまたね、ちょっとパワーアップしてからまた辛試合シリーズはやっていきたいかなと思うんですけども、本日私は芝公園激辛商店街に来ております。激辛商店街はですね、約26店舗ほど激辛料理を取り扱ったお店があるんですけども、まさにね、激辛の聖地と言われている場所なんですけれども、26店舗すべて回り切ろうかなと思います。で、回り切って激辛レベルパワーアップしたら、また辛試合シリーズをやりたいかなと思っております。ということで、本日のお店がこちらです。ドン、カズサヤになります。ロースカツとワインが美味しいお店でして、激辛商店街の加盟店でございまして、激辛メニューがあります。今回食べるメニューがですね、激辛カツカレーということで、2007年にギネスに世界記録に登録されたブートジョロキアを使っていると。まあ験担ぎによくカツカレーとかも食べますけれども、試合に勝つ、受験に勝つとか、自分に勝つとか、このね、修行シリーズにふさわしい、まず第1店舗目かなと思うんで、早速中に入っていきましょう。レッツゴー。激辛カツカレーの極辛を注文したんですけど、このブートジョロキアに関してはね、辛さの値を示すスコビル値というものがあるんですけれども、このスコビル値100万スコビルと。あ、来ました、極辛。おー、美味しそうですね。はい、熱々ですね、かぼちゃ、人参、ブロッコリー、そしてカツ。熱々ですね、これは。結構辛いですか、これは。そうです、辛いと思います。え、食べれますか。ここからは食べれないです。あ、ここからは1まで。あ、1まで。これはあの 0.5、1、2、3、4、5ってありますけど、これはこう、ジョロキアのパウダーが小さじ1が1なんで、はいはい、0.5 は小さじの半分。なるほど。じゃあこれは5杯、5杯とちょっとだけ。あ、5杯とちょっとね。普通に見た目美味しそうですね、本当に。修行ですから、時間制限を設けて食べていきたいかなと思います。一応ね、15分以内に、これをね、全部平らげたいかなと思います。はい、いただきます。激辛カツカレー、僕からお手並み拝見ですけどね、まずはちょっとね、野菜を食べて、やっぱね、いきなりね、辛いものをね、お腹の中に入れると胃がびっくりしちゃいますから、こういったね、サラダとか胃の中にね、クッションを作りましょう。一番いいのはね、こうヨーグルトとか牛乳がいいんですけれども、こちらのコーンサラダいただきます。シャキシャキ食感で最高ですね。じゃあ続いてメインディッシュのカレーいきましょうか。まずはね、このカレール、はい、カレール、いきます。おお。めちゃくちゃうまいですけど、後からこうじわじわブートジョギアの辛みがドバッと押し寄せてきますけど、口の中が痛くなってきます。うん、うん、はあ、うん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 、ロースカツこれ柔らかい、
辛さ以外にも注目していきますと、これちょっと野菜がやっぱり多いのが特徴かなと思うんですけども、トッピング具合に関してはスープカレーをちょっと思い出させるような、トッピングなんですけれども、いや口痛いわこれと、この口の痛さがご飯が進む絶妙の辛さです。うん、じゃあコンサメスープでしょうか。あっさりした味わいで、この激辛カツカレーの、ね、口休めになります。うん、ごちそうさまでした。制限時間15分以内に食べれたのではないでしょうか。汗と鼻水が止まらないですけども、辛さレベルでいうと8とか9とか、それぐらいの匹敵かなと思うんですけども、うわ辛かった。激辛食べ終わった後のこの夜風が気持ちいい。こんな感じでね、激辛ストリートで武者修行してレベルアップしていきたいかなと思うんで、ぜひチャンネル登録、SNS ともね、ブログも書いてますんで、ぜひチェックの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。